中共軍の台湾侵攻はあり得るのか、台湾軍の実力は。6月からこの方、米軍のインド太平洋軍の警戒態勢が上がっています。コロナ禍で乗組員に被害の出た米艦艇も次々と洋上に出ており、中共軍の大規模演習に先立って太平洋艦隊所属の攻撃型原潜に稼働全艦出撃命令が発令され、8月に入ってからは小競り合い寸前の状態が幾度となく起きています。台湾に対しても中共軍は嫌がらせに近い挑発を繰り返しており、8月の半ばには中間線を越えて台湾側に侵入した中共軍に台湾軍はミサイルの射撃レーダーを照射したようです。台湾軍は独自兵器の開発なども行い、中共の侵攻に抗える軍事力を要しています。中共に配慮した米政権が長く続き、台湾自体も蛮英雄新中共政権が一時期幅を利かせていました。そのため米国製兵器の購入が認められず、蛮英雄政権では軍事力の増強には消極的でした。それでも弾道弾迎撃能力を有する天宮3型地対空ミサイルを開発配備し、超音速対艦ミサイルを開発配備するなど頑張っています。米国製のペトリオットパック2も装備しています。日本と国交正常化して一緒に兵器開発とかすれば結構良いものができそうな気がしますけどね。どうでしょう。私が総理なら中共に籠絡された経済界のたわごとなど無視して台湾と手を組みます。中共が本気で台湾を侵攻するとしたらどういう状況なのでしょうか。正直それはわからないです。独立派が台頭した時とかいろいろと言われていますが、すでに事実上の独立国なのでそれはあまり関係ない気がしてまして、一番可能性が高いのは共産党がメンツを潰された時と、国内の不満を外に向けねばならぬ時ではないでしょうか。メンツを潰されるというのは中華圏に住む人たちにとっては極めて重大な問題であり、殺人に至る場合もあるほどの大事です。独裁国家もメンツを潰されて何もしないと国内がまとまりませんので、メンツを潰された時は動く可能性が高いと思います。蛮英雄総統の頃は正弦戦という分かりにくい戦い方であらゆる方法を使って台湾を侵食していました。正弦戦とは中共空軍の大佐が考案した戦い方で、通常の軍事力以外にも外交戦、国家テロ、情報、金融、経済、サイバー、心理、メディア、法律、重要人物への脅迫などあらゆるものを使って戦うという方法です。近藤が思うには、世界中の国に対してすでに始まっています。日本でもメディアや広告、SNS、 大量の資金を使って大衆をそそのかし、巨大な市場を餌に経済界を取り込む、役人や政治家をハニートラップで引き込む、日本の不動産を戦略的に買い占めて移住させる、団体に人を送り込んで都合の良い体制に変えさせる国連とか、まさにこれ。日本もメディアを筆頭に多くの団体がすでに陥落していると想定など侵略が始まっていると考えて間違いありません。台湾にもそれを仕掛けており、蛮英雄の頃にはほぼ出来上がりつつありました。しかし蔡英文総統が誕生して向きが変わりました。台湾に関しては正弦戦は失敗に終わりつつあります。日本はまだほぼ何もしていませんので侵略は続いています。沖縄の米軍移転反対、オスプレイの配備反対、メディアを使った報道などすべて正弦戦の一手段であり、多くの団体が利用されています。しかし
超限戦がバレてしまった今、台湾侵攻は現実味を帯びてきた感じもあります。台湾は中共の強大な軍事力に立ち向かえるのでしょうか。台湾を守りきれるのでしょうか。昨今のきな臭い状況で、近藤はそう感じたので、いろいろ調べてみました。実は、台湾軍は、我が国の自衛隊に比べて、即応性が高い体制を維持しています。海岸線の防衛施設や基地などには、しっかりとした掩体壕などが整備されており、奇襲攻撃においても、戦力を維持するための防御力も持っています。陸海空軍と憲兵隊を合わせた総兵力は31万を超えており、予備役は165万となります。徴兵義務は停止され、2018年より志願制となりました。兵力は随時削減の方向を打ち出しており、その代わり兵器の近代化を進めるようです。主要装備として、戦車、約1000両、駆逐艦、フリゲート艦、潜水艦で30隻、作戦機477機となっており、海軍以外は日本より数は多い感じですが、装備は旧式です。しかし、日本と違い、敵拠点を攻撃できる地対地巡航ミサイルを装備しています。長年の研究の末に正式化し、昨年2019年から量産が始まった中距離巡航ミサイル運法2型は 2000km の射程を持ち、マッハ4以上の超音速で飛翔する攻撃兵器です。今までも射程 1200km、マッハ3以上の運法1型を生産、配備しておりましたが、昨年から量産が始まったのは最も新しい2型です。射程距離や速度は無論のこと、レーダー、地形照合装置などの誘導部分、信頼性など大幅に改善されていると思われ、中共軍にとっては、阻止不可能な脅威になると思われます。前の型である、1型の頃から、中共の国産兵器では、迎撃が難しいと判断し、ロシアから S-400 を導入しています。今の国産ミサイルでは、おそらく迎撃はできないと思います。できるのであればロシアから輸入などしないでしょう。この運法2型は台湾島の北部から直線距離で 1700km ほどの北京も狙える可能性があります。西安や成都なども直線距離で考えれば射程距離に入っています。今話題の三峡ダムなどは 1000km もないので余裕です。1型で届きます。このような兵器を持っていることは非常に大きな抑止力になります。羨ましい限りです。日本の一番大きな抑止力は、アメリカ合衆国が後ろにいるということ、つまり日米安全保障条約ですが、トランプ大統領が選挙に負ければ、それもどうなるでしょうね。中共とズブズブの民主党だと、日本は最大の抑止力を失うことになります。台湾軍は、他にも、超音速ラムジェットの対艦ミサイル、弾道弾迎撃能力のある地対空ミサイルも国産化しています。実は、日本より一歩先を進んでいる感じです。日本とは比べ物にならないほどの危機感で、即応力のある兵器を開発し、運用しています。ただし、発表通りの性能が発揮できるか否かは、いまいちはっきりしません。情報が極めて少ないです。ただ民主主義国家であるので、半島の民主主義風国家のような誇大なスペックではないと思われます。地対空ミサイルも車載型以外に地上固定配置型もあり、固定配置型は即応戦力として配備されています。つまりいつ攻められてもすぐに発射できる体制にあるということです。自衛隊ではこのような地対空ミサイルはありません。日本では破壊措置命令、防衛出動待機命令、防衛出動命令などが下ってから移動し、展開、設置され発射体制に入ります。まあ普通に考えれば現代戦で奇襲を受けた場合は間に合いませんね。対艦ミサイルも
ラムジェットエンジン搭載によりマッハ3の超音速で射程 1000km 以上の油風3型が正式化されており、これも日本より一歩進んでいます。このミサイルがあるだけで、中共の艦艇は迂闊に近づけないです。このような兵器が掩体の中に格納されており、奇襲攻撃でも容易に破壊できないようになっています。航空基地も戦闘機の数だけ掩体が用意されており、有事の際には、高速道路やトンネルが臨時基地になるような設備も作られています。早期警戒監視網も構築しており、空軍には E2K 早期警戒機、ペイブポーズ早期警戒レーダーシステムが導入されており、ペイブポーズは 4800km 以上離れた弾道弾や航空機も探知可能とされています。台湾東北部の山の頂に設置されており、中共国内のどこから弾道弾が発射されても着弾6分前には探知が可能と言われています。このレーダーは米国のレイセオン社製のアイサレーダーとなります。日本でいう FPS5 に匹敵する能力を有しています。おそらくは E2K や一部の固定レーダーとはネットワーク化されていると思われ、F-16V ともデータリンクで接続されていると思われます。2013年より運用が開始されています。このように台湾軍は独自に開発した兵器や装備により奇襲攻撃を素早く探知し、迎撃するための即応態勢を整えています。迎撃に失敗した場合でも戦力の損失を最小限にするための防御施設もしっかり建設しています。また中共が台湾に攻撃を開始するや否や、運砲1型2型の超音速地対地巡航ミサイルが中共の重要施設に向けて発射されるでしょう。特に洪水で話題の三峡ダムを攻撃破壊された場合の被害は絶望的でさえあり、核兵器を超える大きな被害が出ると予測されています。原発を一気破壊するより一時的な被害ははるかに大きいと思われます。そのため中共も簡単には台湾に手が出せない状況です。自ら巨大な戦略的な弱みを作ってしまい笑えます。台湾が装備する早期警戒網と長距離ミサイル網を突破し、自国の犠牲を顧みず侵攻を行うとしても、台湾軍が本気で攻撃すれば中共は相当な被害を葬るであろうと思われます。対艦ミサイル、対空ミサイル、地対地ミサイルが十分数揃っていれば中共軍は迂闊に近寄れないと思います。弾道ミサイルにしても発射すれば巡航ミサイルで反撃されるのが分かっているので、なかなかに難儀だと思います。台湾は日本と違い専守防衛を謳ってはいませんが、日本より専守防衛的な編成になっているような気がします。基本は攻撃された時を想定された編成であり、大陸への侵攻を想定した編成にはなっていません。奇襲攻撃に備え、中共軍を追い払うことを目的としています。また、米軍の来援を待つなどという考えもなく、独力で戦えるよう、弾薬等の備蓄もなされており、大量の予備役を要し、継戦能力も日本より格段に高いと考えられます。陸海空の主要装備をほとんど紹介せずに終わってしまいましたが、早期警戒網と足の長い対地、対艦、対空ミサイル、奇襲攻撃でも失われない戦力があれば、結構しっかり防衛できそうだなと思いました。日本も、人でもお金もかかる兵器の増強よりも、それらはある程度の数で我慢し、堅牢な陣地で、24時間365日即応できる長射程のミサイル兵器を十分な早期警戒網の下で多めに運用する方が安上がりで確実ではないかなと思い始めました。近藤はこれからも専守防衛で行くのであれば、なおさらそれが向いているのかなと思いました。ただ日本はやられたら必ずやり返すという意味で、長射程の対地ミサイルは早く大量に持つべきでしょう。通常弾頭でも抑止力にはなります。皆様はどう思われましたでしょうか。
ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.